カトリーヌ・ド・クレーブ、または、カトリーヌ・ド・ヌベールは、ギーズ公アンリ一世の日、自身の権利として、1564年に、ウージョ博となった。ヌベール公、フランソは一世ド・クレーブとバンドーム公、シャルル・ド・ブルボンの娘マルグリット・ド・ブルボンの次女として、生まれた。バンドーム公、アントワーヌの名、アンリ四世の重子、コン月公アンリ一世の重子かつ義子である。また、 ポーランド王ブワディスワフ4世のヒルドビーカ、マリア・ゴンザーガの大場にあたる。12歳の時、ポルシエンコ・アントワーヌと結婚するが、7年後に死別する。3年の門が開けた後、1570年10月に2歳年下のギーズコ・アンリ1世と再婚した。カトリーヌは、夫との間に14人もの子供を設けながら、サンメグという若い貴族と密通していたことが広く、 知られている。アンリ一世はサンメグを殺した。この事件は1829年にアレクサンドル・ディマの儀曲の題材となった。夫アンリ一世はヨグノー戦争におけるカトリック同盟の首領であった。1584年より戦争の中心にいたギーズコアンリ一世、ナバラ王アンリ、フランス王アンリ三世の三人の名前をとって、 三ン,ンリの戦いと呼ばれる予想を呈したが、1588年にギーズ公アンリ一世はアンリ三世によって暗殺された。カトリーヌは夫の暗殺に加担したアンリ三世を決して許さなかった。彼女はカトリック同盟の中に身を投じ、1589年にアンリ三世の暗殺を奨励した。三ン,ンリの戦いの終結後、 強力なギリーズ家に迎合する者が増え、カトリーヌの長子シャルルをフランス王に推挙する声さえ上がり出した。カトリーヌは重低なバラをアンリュがカトリックに回収するまで決して和解しなかったが、彼がカトリックの王として即位するや、否や彼女はパリへ駆けつけ、王妃、マリード・メディシスに近い非常に名誉な地位を占めた。ギリーズ家は摂政となったマリーを支持し続け、 ルイ十三世が直接統治を開始するとカトリーヌは大大号を伴い、ブロワに撤去した。ルーベル宮殿へ戻ると、カトリーヌはギーズ家の繁栄のため、リシュリューに対する陰謀を再び企んだ。しかし、1631年に末娘ルイーズが亡くなると、精神的打撃を受けて、誘迫寮へ引退、2年後に亡くなった。ギーズ公ンリ一世との間に、 以下の指示を設けた。ありがとうございます。